というか明日から忙しい、みんな助けてくれ。明日ダンス練習して、その次お外出て仕事して、その次もお外出て仕事して、その次も外出て仕事して、1時間でも外出たら大変なのにお外出て仕事して、あー、え、なんでもさ、え、今日ちょっと待って、今日さ大会だったじゃん本当は、でなくなったじゃん、てか延期になったじゃん、で大会の日にマッサージ行くのね、とはヘッドマッサージ、もう頭を柔らかくして体の疲れを取ってで大会するんだけど、だから今日とりあえずマッサージは予約してたから行って、でその後とはさ、ねえ、初めてとはさ一人焼肉してみたんだけど、今日一人焼肉した、うまかった一人で。そう、あのツイートは焼肉食べてるよっていうツイート。あと、とはさ、焼肉はさ、とはさ、ライスあり派だわ。ライスあり派。肉だけはね、食べれないわ。味がさ、なんか、ライスの、なんだろう、ライスと中和させるんよ。でも肉だけ食べれる人はいるじゃん。肉だけで。そう。味が濃いっていうか、その油もあるじゃん、お肉ってさ。油も。だと、お米の、なんかお米の甘さが際立たない？お米の甘さが際立つんよ。焼肉の米。とはさ、前はね、もう一人焼肉も無理でしょ。当たり前に無理。一人ファミレスも絶対無理。一人カラオケも無理。もう一人でやることが全て無理だったのね。もう一人で行きたくない。本当にもう、いつでも人のそばにいて、いつでも人と一緒にもう何でもしたい。もうそんな感じの子だったからさ、もうだんだんとなんかね、だんだんその一人ということが普通な気がしてきて、人柄オッケー、人ファミレスオッケーになった、あと人ラーメンも行った、人焼肉も行った、最高。今もう焼肉行ったらもうさ完封よね。もう行けた。おい、一人ディズニーは無理に決まってんだろ。一人遊園地だけは無理。おい、一人遊園地だけは無理じゃん。あ、一人映画は無理だな。行ってないな、一人映画は。え、でも一人映画はいけそう。いけそう、これ。一人プールもやばい。一人旅行は無理かも。一人旅行は無理だ。で、そのさ、一人旅行の、だから一人旅行で旅行先におばあちゃんとかいるんだったらいいよ。うわ、ソロキャンも無理だね。ソロキャンも無理。ソロキャンも無理だな、これ。ソロコンサートは行ったことある！お父さん、マクロスのライブ一人で行ったよ、とは。マジですごい気まずかった、正直。なんかまた結構男性比率が結構高くて、もう左も右も男性って感じで、すごい。肩身狭くて。で、とはワルキューレがすごい好きだったからさ、ワルキューレ、マクロスは、ごめんなさい、テレビは見たことないの、アニメとか見たことなくて、ワルキューレの歌が好きだったのね。ワルキューレの歌が。で、それが見に行きたくて、友達がチケットを、なんか行けなくなっちゃったから、チケットをくれるって、なんかせっかくだし、もう、席空くのもったいないから、あげるって言って、もらくれて、そう。で、ワルキューレ好きだから嬉しいと思って行ったのさ。で、その中で、まあ、いろいろさ、でももうその、聖火飛行とか、そういうのは知ってて盛り上がったけど、その他はちょっとわかんなくて、でも結構好きなのもあった。男の人が歌ってるやつもあった。すごい、なんだろう、ワイルドな男の人が歌って、なんかワイルドな女性と一緒に歌ってる曲もあった。あ、そう、ファイヤー、バサラや。バサラ、そうそう。そう、そんな感じだった、そんな感じ。おもろかったよ。で、すごい、肩身が狭くてさ、ちょっと携帯とか落としちゃってさ、スマホ落としちゃってさ、隣の人に撮ってもらって、すいません、ありがとうございます。ちょっと見られたもん。
あいつ一人で来てんのか女だよって、まだ一人であいつ髪の毛派手なくせにって思われとったわ。それが一人でやった最上級じゃない、結構これが多分トアの中でのお一人様最上級だね。ソロボーリング嫌でしょ、ソロボーリングは無理、一人プリクラもう無理、一人牛丼は持ち帰りはあるけど牛丼屋に行くことはない、一人スポッチャやば、ソロバー釣りしたことない、あるわ、一人ダーツ、一人ゲーム、おいいつも一人だよ、ソロ映画、次ソロ映画行ってみるか、一人寿司は、ね、ちなみに一人寿司はしたことある、次一人ソロ映画行くわ、次とはソロ映画行く、一人で寿司は OK で牛丼は NG、 いや牛丼もそもそもお店で食べたいって思わない、待ってスパちゃん読むわ、スパちゃんは読みたいぞ。